しと武たは、日本の都市計画課で、神奈川県職員。1976年、早稲田大学理工学部建築学科を卒業する。1978年に、東京都立大学大学院修士課程を修了し、神奈川県に入庁する。以降、県職員として勤務している。県都市部住宅対策推進室。平塚土木事務所まちづくり推進課長。 企画部土地水資源対策課課長、平塚市都市政策部都市づくり景観担当部長、県土整備局、三時間県建築住宅部長、神奈川県住宅供給公社専無理事、団地共生プロデューサーを歴任、団地再生コーディネーター、湘南邸宅文化ネットワーク庭園文化調査団、会員、2013年まで大磯町町づくり担当参与を兼職した、 また、2007から2008年に、国土交通省の良好な景観形成のための建築のあり方検討委員会委員も務めた。このほか、関東学院大学の講師歴がある。著書に、神奈川県城山町における誘導型市街地基盤整備の事例、屋敷園文化の保存再生を目指して、都市計画の地方文献ちづくりへの実践など、ありがとうございます。